足柄山地は、神奈川県西部の足柄地域から、静岡県東部の寸東郡小山町にかけて広がる山地である。神奈川県北西部に広がる丹沢山地と、道県南西部の箱根山地の間にある標高1000メートル前後の小規模な山地であり、丹沢山地とは、神奈川断層及び小菅沢断層、箱根山地とは、内川断層によって供される。 このように断層によって隔てられた産地であるが、丹沢山地や箱根山地の一部として扱われることも多い。産地中央部を流れる底側によって北東部と南西部に分けられ、北東部は起伏の小さい地域、南西部は起伏の大きい産地となっている。いずれの地域も多くは、たやかな地形となっているが、南部に位置する櫓岳は、石英戦力岩の貫入岩体が侵食から、 取り残され、おにぎりを立てたような形となっており、足柄産地の象徴的な存在となっている。東名高速道路大井松田 IC から足柄 SA にかけての山間部の山々は、足柄産地の山々であり、上下線のつぶらのトンネルは、産地北部の大野山南原を、上り線の鳥出山トンネルは、産地中部の鳥種山北側の山腹を貫いている。 丹沢山地南端の大野山中腹より見た、足柄山地特徴的な山陽の矢倉竹、大野山南側の山腹を貫く新津浦のトンネル、八倉岳山町より望む金時山を打球を田らせん、新松田駅付近より見た足柄山地周辺の山々、内川、夕日の滝。ありがとうございます。